Mitsuhisa 71, Nakamura Ryotaro!
はい、ヴァンフォーレ甲府対フリーダムユナイテッドの試合は1対0でヴァンフォーレ甲府の勝ちです。イエーイ、すごい。後半45分の劇的ゴールで、なんと勝ち点3を掴み取りました。甲府さん、おめでとうございます。おめでとうございます。なんかあれだね、清水以外の試合で劇的勝利を見る率が高いね、 FC 東京。あ、そっかそっかそっか。いやマジ感動して、私涙が出そうになって心臓バクバクしてたよね。うん、ほんといい試合だった。あのタサポからしてもすごく感動する試合でした。でした。じゃあ今週は日本平で静岡ダービーです。静岡ダービー三国決戦、清水の勝利を見たいですね。ね、勇気をもらったので今週はダービーに挑みたいと思います。では今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。またねー。またねー。